てください。はい、アイロ担当のすずちゃんこと生川すずです。せーの、すずちゃん。ありがとうございます。はい、黄色担当ゆうちゃんこと真中ゆうです。せーの、ゆうちゃん。ありがとうございます。はい、緑色担当あゆゆこと神崎あゆです。せーの、あゆ。ありがとうございます。はい、オレンジ色担当たまちゃんことたんまりからめです。せーの、たまちゃん。はい、本日は以上の4名でお届けします。皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして改めて高梨、なんて呼ぼう、嵐はいつも高梨って呼んでるんですよ。でも、なんて呼んでる、高梨姉さん、高梨姉さん、高梨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 さんですね。高梨さんが多いです。じゃあせーので、高梨さんおめでとうでいきます。せーの、うちにはすずちゃんがいますので、高梨って呼ばれる率が高いんですけど、いつもね、同じ事務所のね、私は後輩なんですけど一応はい、いつも仲良くしてくれる、高梨が今日ね5周年、そしてこの間はねお誕生日を迎えられたということで、今日はライジングホールさんで私たちも一緒にね、高梨にお祝いしていきたいと思います。皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、早速次の曲に行きたいと思います。それでは次の曲聴いてください。マジカルナイトドリーマー。
多いんですけど、ぜひお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこの後まだまだステージ続いていきます。皆さん最後までね、体力切らして倒れたりしないように、はい、水分補給とかしながらですね、楽しんでいってください。